しほにゃんの熊の天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は2017年、とんちゃんが右脳出血で倒れた時のお話です。前回お話ししていたクリスタルボールの中級を久留米の石橋佳代子先生の自宅で受けている時に、とんちゃんから電話が入りました。倒れたからすぐ来てということで、石橋佳代子先生と一緒に病院に向かいました。私がクリスタルボールに行ってる間、とんちゃんはホテルの中で音楽制作でもしようと思ったら、何かこうズリズリっと床に落ちてしまい、これはおかしいということで携帯で救急車を呼んだとのことでした。幸い出血が右脳出血だったために、言語は大丈夫で自分で救急車を呼べたんですけれども、もし左脳出血だったらあのまま天国に行っていたかもしれません。久留米は幸い病院がすぐ近くだったため、30分以内に処置した割には左半身が全く動かない重度の障害で、お医者様もこの左手が治るかどうかわからないとのことで、2人とも本当に混乱しました。クリスタルボールの上級セミナーだけではなく、福岡でマナーズサウンドのコンサートも控えておりました。そしてそれを私一人でこなすことにして、まず生活基盤を久留米に置かないといけないので、佳代ちゃんに持ち家をお借りしたり車をお借りしたりと、慌ただしくいろいろと計画しなければいけないのでした。 Facebook でとんちゃんが倒れたことを全国に知らせました。滋賀県からとんちゃんのお兄さんも駆けつけてくれました。本人も絶望のどん底に落ちてしまったようです。神奈川県からとんちゃんの幼稚園からの大親友、鎌倉でお蕎麦屋さんをやってる小坂井くんも駆けつけてくれました。私が三重県とか全国のコンサート行ったり来たりしてる間、丸山千明さんと、そして中村真澄ちゃん、そしていつも助けてくれるかよちゃん、この3人の美女がとんちゃんの世話をいろいろとしてくれました。本当に友達のありがたさをつくづく感じました。本当にありがとうございます。感謝感謝です。またイタリアコンサートで知り合った川崎さんは、なんと宮崎から何十回もお見舞いに来てくれて、またハイエースを久留米から三重県に持ってくるのを私一人ではというと、従業員を一緒に私に同行させてくれたりしました。川崎さんには本当に感謝しています。ありがとうございます。いろいろと出費が重なって大変だろうと、東京に住む遠藤有玄くんとミッチーさんが支援の輪を広げてくださり、全国の方々に呼びかけてくださって支援をしてくれました。ありがとうございます。本当に感謝です。12月に親指が動きました。親指が動くだけでこんなに嬉しいなんて、とんちゃんのこの笑顔、あの絶望的な顔からは想像もできません。親指が動いたことでこれは治ると2人とも確信しました。お医者さんは左足はなんとか杖をついて歩けたとしても左手は動かないと絶望的なことを話してましたので、最初2週間は救急病院でしたが、久留米のリハビリテーション病院で歩くリハビリが始まりましたが、とんちゃんは機械に上から吊るされてほとんど歩いていると言ってもですね、まあ支えられてなんとか足を動かしている程度でした。でも日に日に頑張って、すごくとんちゃんは目覚ましい進歩がありました。自転車を漕ぐリハビリをしています。左手はまだ三角筋で吊られたままになっています。平田さゆりさんもマナーズサウンドの施術に来てくださいました。ありがとうございます。感謝しています。三重県のラモくんが手書きの運動靴、早く歩けるようにといただきました。
カメラマンの林健二さんのお母様が虚空蔵菩薩を書いて送ってくださいました。ありがとうございます。2018年を迎えて、なんと川崎さんが3段のおせちを届けてくれました。本当にありがとうございます。嬉しいです。私は久留米に住んで、午前中レフコというスイミングプールで1キロ泳いで、午後から病院に行くという生活をしていました。やっぱり奥さんが元気だと、とんちゃんも元気になるようですね。にゃん。そして久留米リハビリテーション病院でコンサートもさせていただきました。鹿児島から吉田義文さん、ワイヤーアーティストの方も駆けつけてくださいました。ありがとうございます。そして私のマジックショーなども皆さんに楽しんでいただけました。病室が楽屋になっており、ほとんどギャグ屋という楽しい雰囲気になっています。無事にトンちゃんは退院して、紀南病院での3ヶ月のリハビリの後、天女座に戻ってきました。そしてすごい出会いがありました。堀尾健一さんと言われる方なんですけれども、堀尾さん自身、脳幹出血を自分のイメージで2ヶ月で完治された方です。その方に特別に個人指導をいただいて、すごいリハビリが始まりました。堀尾さんは宮古島に在住されているので、私たちも宮古島に何度かリハビリに行きました。特に1月には1ヶ月宮古島に滞在して、堀尾さんの指導を受け、歩く練習とか手の訓練とかをしました。同じような症状を持つ仲間とリハビリできることが本当に励みになりました。そして私は時々シュノーケリングしてました。日本では300万人の方が麻痺で苦しんでるそうですが、ほとんどの方が麻痺は治らないと諦めておられるそうです。ぜひ堀尾さんのご本を読んでいただいて、コンタクトしてみてください。希望の光が現れるはずです。よろしくお願いします。そして熊野に帰って、トンちゃんがリハビリ施設に通っていましたが、そこの運転手さん、達爺さんが天女座のスタッフになってくれました。万歳。本当に達爺さんには助けていただいています。ありがとうございます。ここまで来るのは大変でしたが、トンちゃんは麻痺は神様の贈り物と思える心境になりました。倒れる前の自分に戻りたくないそうです。神様の贈り物、この麻痺が自分をすごく幸せにしてくれて、人生を深くしてくれたそうです。今日はトンちゃんが右脳出血で倒れた、私たちの人生にとっては大事件のお話でした。でもこれを乗り越えて、今は2人とも大変幸せです。本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。